現トゥトゥバン駅舎トゥトゥバン駅は、フィリピン国鉄の主要駅。マニラ中心部の駅であり、マニラ駅、タユマン駅、ディビソリア駅とも呼ばれる。日本語では、ツツバン駅とも。現在、PNR のオフィスとサービスターミナルの建物となっている、PNR 業務ビルのほか、現トゥトゥバンセンターモールの一部となっている旧トゥトゥバン、駅も指すことがある。この駅は、 現在の北方本線の南側にあたるマニラ、ダグパン鉄道の一部として、マニラ鉄道会社によって建設された。トゥトゥバン主駅者の提訴は1887年7月31日に行われた。当時の鉄道延長は 195km で、1892年11月24日に、全線開業し、マニラからパンガシナン州、ダグパンまでを結んだ。なお、 マニラ鉄道会社は、共和国法第4156号の制定によって国有化され、フィリピン国鉄と社名を変更した。1988年、PNR は開発と流通センター化の促進の申し出に応えて、トゥトゥバンのレクト通りに面した22ヘクタールの土地の太陽の可能性を評価した。PNR は1991年にトゥトゥバン、 プロパティーズの基本開発計画の第一期を実施し、後に運営と土地開発を委託した。トゥトゥバンセンターモールは1994年2月21日フィリピン大統領フィデルラモスの指導の下、公的に落成した。以後、PNR、トゥトゥバンプロパティーズ、フィリピン政府によって鉄道システム全体やトゥトゥバン周辺の民間、商業ビルの改善を行いつつ、 歴史的背景も重視した交通の方法の改善の努力が続けられている。PNR プラザの開発は移動と商業の一つの方法としての鉄道システム全体の再活性化を図るための要件を検証する一歩となった。駅舎としては1996年5月30日に PNR 業務ビルが開業し、現在までトゥ駅ターミナルとして運営されている。 トゥクバン駅はより輸送志向になるように改装され、南北通勤鉄道のための新しい駅が建築される計画が予定されている。マニラレガスピカンの長距離路線が復活した場合に、限って1996年の駅が運営される。2019年には、南北通勤鉄道の北部方面に向かう、マロロス駅までの区間が着工されている。ありがとうございます。